次はドリブルをつく時に、ドリブルジャンプシュートの終わりを想定してますから、最後のドリブルのステップ、そして、シュートの体勢に入るワンツーストップというところをボールの引きつけと同時に行います。この際に、気をつけなければならないポイントが一つあります。これはもう最もジャンプシュートで大事なところになろうかと思うんだけれども、ボールのところに体がいかないと、ボールのところに体がいかない。ちょっとドリブルついてボールのところにこう移動してみて。はい、ディフェンスは当然ボールの動きに反応して移動しますから、ボールをついたところにディフェンスは間違いなく移動するわけです。でその時に、そのボールの位置に自分の体が移動してしまうと、当然ディフェンスと正対することになって、ディフェンスとの間合いがなくなり、ジャンプシュートを打てずに終わるということになろうかと思います。よくあるジャンプシュート、ドリブルで行ってジャンプシュートを打とうと思うんだけれども、ディフェンスに間合いを詰められて打てないというのは、ディフェンスがうまいだけじゃなくて、自分がディフェンスの方に寄ってしまっているというケースが考えられます。ですから、最後のボール扱いをしたところから自分の方に引きつけて、ディフェンスの間合いを自分が取ってジャンプシュートに移行していくと。そのためにも、ステップは最後のドリブル1回、そしてステップはもうこの足のその場で進まなくて構わないので、その場でワンツーストップするぐらいの気持ちで構わないので、ボールの引きつけをしっかりできるように意識させてください。分かったかな？はい、はい、これ5回程度でいいや、5回。進みすぎ、その場でいい、うん、そうそう。OK、交代。進みすぎんで我慢けんね、進みすぎんで我慢から、ボールを引きつけることに力を入れて、はい、始め。はい、最後のドリブルと最後のステップと同時にドリブルやから、進行方向の足ついてワンツー、ついてワンツー、はい、もう一回。なかなか難しいね。ディフェンスステップで進行方向の足から必ず出るとか、ドリブルの方の足から出るとかっていうのはなかなか慣れないと難しいんだけれども、これもちょっと練習したらすぐできるようになりますから、ドリブルのつき手の方の足を一歩踏む、それも練習させてください。もうすぐ1日でできるようになると思いますから。もう一回。もう一回交代。はい、もっとボールの引きつけを強くね、パチーンっていう感じで、はい、進みすぎ、進みすぎでワンツー、ワンツーで止まる。はい、交代。はい、これで、ボールのドリブルからのこう止まり方っていうのはやったんだけれども、結局これは、いわゆるパスキャッチの時のミートと同じ要領になります。これを例えばパスキャッチからのジャンプシュートに置き換えたら、ミートをするのと同じことになります。ちょっとミートのところだけを取り上げて確認してみますので、ミートとドリブルの終わりの足運び、それをちょっと意識してみてください。はい、じゃあちょっとワンツーミートを。パスの人が内側からパスをします。もう取りやすい、もうバウンズパスで構いません。そのバウンズパスを受けて、ボールをワンツーストップでもらうと。でその時に気をつけなければいけないのは、ボールは必ずその場でもらわない。パスは場所に投げて人が場所に移動してボールを持つと。場所に投げてそこの場所に人が移動して持つと。その場でボールを持たないということを意識しながらワンツーミート始め。はい、ストップ。ドリブル、今回はドリブルジャンプシュートに特化してシュートフォーム作りをしていますが、こういうキャッチからのジャンプシュートに対してはこういうメニューをこう積み上げてジャンプシュートにつなげるという練習方法も考えられると思いますので参考にしてください。でドリブルの終わりは最も大事なのはボールを自分のところに引きつけるということだというふうに話をしましたが、これも基本的にボールは場所に投げられてそこの場所に人が行くわけなんだけれども、微妙なパスのズレは当然あるわけで、それをキャッチ、ワンハンドでキャッチして引きつけてシュートが打てる体勢にするということはボールの引きつけに関してはドリブルの終わりと同じです。もう一回やってみて。はい、ありがとう。以上でドリブル引きつけのセットまで終わります。